おはようございます、綾坂子です。今日はじゃじゃん、ゴルフ新規契約プロ発表記者会見、ヨネックス株式会社ということで、ヨネックスさんの新しく契約するプロの記者会見にやってきました。誰が出るかは楽しみです。リンゴルフにも出ていただいた方です。じゃ早速中に入ってみましょう。はい、ということで大変長らくお待たせいたしました。本日もお忙しい中、多数の方お集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより2019ゴルフ新規契約プロ記者発表の記者会見をスタートしていきます。本日司会進行を務めさせていただきます DJ ケジャップです。今日一日よろしくお願いいたします。アメリカ女子ツアーに挑戦する山口涼香プロとヨネックスレディースを含む数々のベストアマを獲得しました石井理央プロとのシャフトを含む用具使用契約を締結いたしました。それでは早速ご登壇いただきましょう。ただ笑顔がね、社長も含めて硬いという、はい、オープニングですけれども、まずはステージ向かって左側です、石井理央プロです。石井理央プロは先ほどご紹介にもありました2014年にエビアンチャンピオンシップジュニアでこちらの方で優勝、国内トーナメントヨネックスレディースでは3度のベストアマを獲得です。昨年2018年日本女子ツアーの出場権をかけたファイナル QT では17位を獲得し、今シーズンは日本女子ツアーで戦います。それでは石井理央選手のご挨拶です。皆さんこんにちは、石井理央です。2019年からプロとして初めて臨むシーズンなんですけど、ヨネックス様のクラブと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてステージ中央です、山口涼香プロ。山口涼香選手は2015年に全米女子オープンに史上最年少14歳で出場、一躍脚光を浴びます。昨年2018年アメリカ女子ツアーの出場権をかけた戦い Q シリーズで36位タイとなり堂々の出場権を獲得、今シーズンはアメリカ女子ツアーに挑戦します。それでは山口涼香プロのご挨拶です。皆さんこんにちは、山口涼香です。小学生の頃からお世話になっているヨネックス様と用具契約を結べたことをとても嬉しく思います。今季はアメリカが主戦場となって戦っていきますが、自分シード獲得と優勝に向かって精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、山口涼香さんから見て石井理央ちゃん緊張してる？してると思います緊張してる。理央ちゃんから見て涼香ちゃんはどう、緊張してる？同じくらい。同じくらい緊張してるこのヨネックスジュニアが始まってからの両選手という思いという部分は社長ちょっと一つ聞かせていただいていいですか？はい、まあ、このアカデミーというのは選手の育成だけではない、やっぱりゴルフをもっと楽しくしてもらいたい、その中で礼儀やらマナーやらいろんなものを学んでいただきたいというのが、一つ大きな目標だと思います。でその中からこうやって優秀なお二人が出てくれたっていうのはやっぱり続けてきてよかったなっていうですね、本当にありがたい気持ち、感謝の気持ち、もうお二人にありがとうって本当に言いたいですね。小学校5年生ぐらいの時から、うん、初めにアイアンを使わせていただいて、うん、ですごい自分に合っていたの で、まあ、6年生ぐらいからドライバーとかも打ち始めて、いい成績がだんだん出るようになっていきました。もう本当にヨネックスを愛してね、社長嬉しいですね。どうですか、気持ちとしてはワクワクの方は、石井理央プロは。そうですね、ワクワクもあるんですけど、このクラブと一緒なら戦っていく自信はあります。嬉しいですね。これから今まで以上に活躍してもらうようにしっかりとサポートしていきます。8勝利目指して頑張ってください。頑張れ。普段工場の方とかと接することがほとんどないので、うん、こういうふうにメッセージをいただけるのはすごい嬉しいです。そうですよね。チームヨネックスとしてこの2人を一生懸命サポートしてくるというそんな思いを届けるビデオレター皆さんにもご覧いただきました。ちょっと待ってください、こんなの初めてじゃない、鈴鹿ちゃんお父さん。ちょっと時間がなくて、急いで考えます。急いで考えます。はい、行きましょう。
気持ちを込めて読んであげてください。父さんへ、今まで育ててきてくれてありがとう。たくさんわがまま言ったりとか態度悪かったりとかいろいろあったけど、お父さんがいたおかげでここまで来ることができました。小学校1年生の終わりからお父さんとお兄ちゃんの影響で始めたゴルフでしたが、趣味を通り越してついに仕事になりました。お父さんとお母さんはそんなつもりではなかったと思うけど、きっと私はゴルフが好きで楽しくて、ボールに当たるのが面白くて真剣にやるようになったんだと思います。始めた頃からプロゴルファーを目指してやってきて、最初は夢だったものがだんだんとプロというのは夢へ向かう通過点だと思うようになりました。100を切るか切らないかの時はよくお父さんとお母さんと3人でコースに行って担いだりして回ったのを今でも鮮明に覚えています。当時はミスをすると怒られたりしてたのに、よくやめないで続けていたなと今では思います。それでもきっとゴルフが好きだったからここまで来れたんだと思います。高校生になって海外の試合もたくさん出させてくれて、すごく貴重な経験をさせてもらったし、ゴルフはすごいお金がかかるからお金大丈夫かなと思ったこともあったけど、私がしっかりゴルフに取り組めるような環境を作ってくれて本当に感謝しきれないです。ありがとうございます。これからは私が恩返しをしていく番です。1年目からアメリカツアーで分からないことも多々あると思うけど多々あると思うし、大変な時もあると思うけど、私はシード獲得と優勝を目指して頑張ります。お父さんは送り迎えと料理とその他いろいろ忙しいと思うけど、これからもよろしくお願いします。東京オリンピック、その先の目標に向かって精一杯頑張り、私の夢でもあるお嫁さんになるために女子力も磨いていきます。これからもよろしくお願いします。じゃあ渡してあげて、もう最近ハグしてくれないかな娘を。じゃあ渡してあげて。じゃあお手紙渡してあげてください。今の率直な気持ちを聞かせてください。はい、まあ嬉しいです。まあ今ちょっと手紙の中にもあったんですけど、小学生の頃は、まあ、ちょっとスコア悪いとね怒ってしまったりとかしてて、今思うとすごい恥ずかしい限りなんですけど、まあ逆に僕もすごく静かに育てられた、まあ人間として親として成長させてもらったっていうのが正しいかなというふうに思いますので、まあ、本当に僕も感謝しています。ありがとうございました。ね、ここからはまたね、ご家族とそして MX ファミリーと一緒のスタートでありますのでね、ぜひまたお父さんと一緒にこうタッチしたり、お母さんとハグしているような、そんなね、優勝のシーンを早く見れることを我々楽しみにしております。改めてこの後質疑応答になりますけども、まず自分の口から質問を受ける前に、今シーズン、そして今後プロとしての意気込みを一言ずつ聞かせてください。石プロ、はい、強い言葉でお願いします。私の今年の目標はまずヨネックスレディースで優勝することです。それで将来的には賞金女王になって海外のメジャーに行って、そこで優勝するのが最大の目標です。はい、ぜひ楽しみにします。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ山口鈴鹿プロ、今年の目標はまずは2020年の東京オリンピックに向けてしっかりと今年のシードを獲得するということと、まあ、一番は優勝を目指して頑張っていきます。そしてそのうちは世界ランキング1位になって全米女子オープンもゴルフ界最高峰のメジャーでも優勝できるように頑張ります。自分の持ち味は特にないです。聞かなきゃよかった。すみません、ありがとうございました。一番はやっぱりタイガー・ウッズのような人になりたいとずっと思ってて、まあ、やっぱりあれだけ優勝できるっていうのもすごいと思いますし、それを応援するたくさんのファンの人がいるので、自分もそういう魅力のあるプレーをしたいなってずっと思ってて、自分もすごい今のドライバーがすごいこれを使ってから飛距離もだいぶ伸びてきていますし、まあ、やっぱり海外で戦うにあたってすごい飛距離も大事だと思うので、そういう点でもヨネックスさんなら安心して大会に挑めると思って契約というかを決める一つのプレーになりました。あとはすごいアイアンが打ちやすくて、まあ、5年生の時から使わせていただいてるんですけど、すごいどんなライからでも綺麗にショットが打てるので
これからもアイアンの精度を磨いていきたいなと思ってます。はい、石井プロと山口プロの活躍を期待していただければなと思います。2人とも今日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。鈴香ちゃんは相変わらずのキャラクターが炸裂で、すごい楽しい記者会見でした。なんか初めてこういう記者発表会っていうもの、まあ、ゴルフ関係の記者発表会に来たんですけれども、こんなになんか和気あいあいとしてて感動シーンもあって楽しい記者発表会なんだなっていうのはすごくびっくりしました。まあ、これからねどんどん若い選手が出てきて、本当東京オリンピックに向けて頑張ってると思うので、皆さんね応援しましょう。以上です。バイバーイ。